おはようございます。おはようございます。え、何撮ります？今日冬フェス最終日です。うわ、そうですね。紅白歌合戦です。ねえ、レオちゃん。あ、おはよう。あれですよね、これ乗らないよ。殺伐としても、いや、縦じゃない。初めての試みですよね、こういうことをやるのは。そうよ、今日、ね、攻めてるから結構攻めてますよね、今日。結構攻めてる。でラージンこれさ、あ、乗んないですね。いいよ、もう置いてこうよ。そうです。はいはいはい。じゃあ今日も頑張っていきましょう。頑張りましょう。ちょっと邪魔なんで、これこれどうしましょう。置いてきますね。邪魔とか言わないでよ。特撮ボイスヒストリー、空色のコンタクト。おはよう。うん、おはよう。おはよう、おはよう。今日は俺手ぶらです。今日手ぶら。あ、本当だ。手ぶら。遊びに来た。レオ、今日はあのギター弾く日でしょ。そう、今日ギター弾く日。生演奏か。あれはせこいわって言ってた。いや、せこくはないよ。れっきとした技術だよ。いや、技術だよ。もちろん、もちろん。マジで反撃してる。全然今あれ痛いわ。違う、リュックのさ、その量がだってさ、そう、じゃあでもキャリーするやん。こっちがまだ来たけどさ、こうなって、はいはい、4つ車輪ついてるやつさ、うん、めっちゃ疲れてる。今日乾かしがある。ありました。ドライヤーって言えない。髪乾かし。今日今から今日一日中横文字禁止ね。マジ。じゃあもう結構しんどいです。じゃあボイズしんどいよ。ボイズダメじゃん。特撮少年だ。こんなすぐ海岸あったの？あるよ。海浜公園だから。あ、なんだよ。確かに海浜公園。今日もこいつと見納めか。あったあった。ね、今日も見納めか。ね、商売道具。足の商売道具これ。見納めか。いつまでそんな持ってんだよ。そうだよ。本当にね、こいつはあと何年使うんだろうねぐらい愛着が湧いてきた。何年そいつでやる予定だ。新しいの作れよ。昨日、いやダメだよ。こいつが最初で最後の俺の武器だ。そうなんだ。そのうちそれを燃やす回作ろうぜ。最終回で、最終回で。ああ、ちょっと似合う。思った思った。え、死んだよ。残念ね。多分ヘイって書いたんだろうけど、なくなってるけど。本当だ。本当だ。線になってる。なんかほほ、ほほすほすっていう。あ、違うわこれ。俺チデイのチデイじゃん。俺の俺の。本当だ。贅沢だな、だんだん。もうそれだから終わりしょ。まだ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 封印解けてないから。これあのテニスのラケットのグリップそこにつけてあげるから。なんならそっちの方が多分いい。いいと思う。滑り。ユニット名は？りょうくん。ん？ユニット名は？マコトジジイって言って。赤のマクドナルド。マクドナルド。当のサンマルクカフェ。緑の、サバ。俺たちファーストフード。ファーストフードで。ちゃんと今日ね、気合い入れて本家さん食べてきたんで。あ、本当に気合い入ってます。俺の胃の中にはナナナナナがいる。強いですよ。今回はあの新しいというか、ね、また別のスタッフさんからお借りしてるものが一個あのスカスカの扇風機みたいなギター。スカスカの。それはディスシャレなんだから。あれがおしゃれだ。あ、分かった。チーム名他力本願だこれ。一人はちょっとまあ、世界またにかけ、自力のね、自力で、自力で世界またにかけ、ダンボールのゴミを持って、あそこにいるやつ。わあ、俺そのコンポ大好き。やば。
今日は楽器演奏があるということで、2人とも稀に見ない気合が入ってますね。こんなにリハーサル前に練習するりょうくんは俺は見たことがないかもしれない。一人でステージに立って練習をしてるりょうくんなんか見たことある？レオ。ねえな。ねえな。ないよね。カホンの音っていいやな。カホンの音はいいよ。もう何のユニットか分かんなくなるね、この二人を見てるとね。バンドだよ。え、今日はバンドだよ。俺今日はバンドをしに来ました。あの二人とも野外フェスの常設演奏マンでしょ。そう噂の、あのファンのない扇風機。違うわ、今日はもうプロの方からお借りしてね。なるほどね。やらせていただきます。すごいね。だからここの枠いらないんだって。この棒のとこだけでいいんだよ。いやっちゃった、おしゃれなんだってこれが。ねみんな楽器を持っているが、このチームのメインボーカル伊田龍平、彼は手ぶらです。いいね、なんか野外フェスっぽいよ。マイナス鮮度のハートを熱く燃やせ。今日これでいきます。もうあのアレンジ加えて逆に、いやこっちのが気持ちいいんじゃねっていう感じ。ゆうじくんどうしよう、赤組の気合の張り方がやばいんだけど。いやあのね、これね、俺ね絶対勝つって言ってるけどね、俺もう負けるよ。だってもう楽器出してさ、あんな風にやられたらさ、こんなんこっち勝ち目ないじゃん。ずるいよ、うん、だから最終的に腕相撲の勝負に持っていくから大丈夫。なるほどね。最終的にはね。そうしよう、そうしよう。俺が全員勝つから大丈夫。そうしよう、そうしよう。負けても、うん、俺が勝った負けた俺が決めるから。なるほど、うん、俺が勝ってると思えばそれはいいんだから。なるほど ね白組はだって俺と勝つはもう主戦だから、一番頑張んなきゃいけないのゆうじくんだけだから。あのね、多分釣られて俺も主戦を疑うと思う。先に言っとくわ、ごめんな、勝つ。なんでもうちょっとスースーちょっと聞こえてました。なんでちょっと諦めてる。あのね、あのハモリが少なかった時はゆうじくんが諦めた時でしょ。諦めた、うん、諦めたと思って。ちょっとリハ見よう。何のためにここにいるんだろう。黒飛びの空ためらって進んで落ちて。あれからスピーカー通ってるから低く聞こえるだけでキーは変わってないか。ベスト全部テンペンにしました。そうなんだ。ベスト全部テンペン。フェス最後です。勝弘がね、そこでちょっとまあ
夏フェスといい、まあ、今年の冬フェスもいろいろありましたが、無事というか、まあちゃんとね、終わりというライブをすることができて大変嬉しく思います。冬フェスのライブも来ていただいた皆さんも本当にありがとうございます。これから先も特撮ボーイズは6月25日の2021年6月25日渋谷スタヤフォーイーストさんで行われるセカンドライブワンマンライブに向けて励んでいきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。頑張ろう今日。
you